はい、ってことでですね、手術後の録音の方です。マニラじゃ社長さんのザ・マニラの曲にね、こうやって入ってましたね、胆石。ほんとびっくりしました。ね、無事に手術の方も終わりましてですね、このような個室で入院生活を送っております。今回やった手術はですね、腹腔鏡手術といいましてですね、お腹に4箇所ほど、だいたい5ミリから最大 2.5 センチの穴を開けましてね、図のように行う手術です。全身麻酔もするので一瞬でね、意識がぶっ飛びます。気がついたらね、手術は終わってる感じでも、呼吸も止まるので人工呼吸器を使います。まあ一回パターンになったみたいなもんですね。ですので、また新しい人生をもらったという気持ちになります。手術はだいたい3時間ぐらいかかりました。胆のうはね、全部取って中を見たらですね、すでに8ミリ級爆弾はなくなってて、流れ出たか砕けたかみたいな感じだったそうです。まあ、私は当然全身麻酔でまだ眠ってますんでね、付き添いの人の説明ですけども、ドロドロとした、ね、液体があったので、そういう意思があのが、まあ、意思に見えたってことも考えられるっていう主治医の説明でした。いずれにしましてもね、そのドロドロの液体か、まあ、医師かがね、悪さをして、まあ、お腹が3回ほど痛くなってね、肝臓の数値も悪くなり、黄疸も少し出ましたんでね、今回予防措置的に切り取ってしまったっていうことでね、正解とは考えてます。ただやっぱりですね、腹切り術後はやっぱり痛いです。お腹に力が入らないと立つこともできない、鼻も噛めない、トイレでね、気張れないと、本当にね、腹筋大事なんだなと思いました。またね、尿管に管を通すんですけども、丸1日つけていて、それを抜く時の痛さとね、その時のティティの痛さがもうたまりませんでした。もうお腹よりも むしろね、そちらの方が痛いんです。尿を出すたんびにね、もう飛び上がる感じ の痛みなんですよ。もうそれが一番答えました。いうことでね、今回予防措置的に手術はしましたけども、もうこういうのは二度とごめんなんで、本当に日頃からね、節制しておかないとダメと思い知りました。気になる費用の方なんですけども、高額医療保険が適用ということになるんですけども、私の場合ちょっと収入が多いためにですね、全然安くなかったです。これだけかかりました。はい。もしね、普通の平均的収入の方はですね、だいたいこの高額医療保険がね、ドーンと効いてくるんで、まあ、10万円もかからないかなっていうぐらいになってくると思います。皆さんもですね、暴飲暴食をやめて、質素な暮らしと運動を心がけてください。私も今この言葉が本当に心底ね、理解できます。健康であって、こその楽しい人生に楽しいフィリピン旅行と、私もこれを機にね、生活を見直して質素な生活を心がけて、二度と尿管の管をつけないようにしたいと思います。もうあれは思い出しただけでも嫌です。医療従事者の、ね、方々に本当頭上がりません。本当に大変な仕事をねされてるなと、で皆さんの命を救われてるんだなと、本当つくづく思いました。ということでね、医療はやっぱり言葉のわかる日本がいいなと思いました。細かな説明にね、紙でまた渡されて度重なる説明をしてもらいました。もしこれがね、海外だったら当然英語の医療用語などが使われるんで、そんなんわからないですし、うんうんと聞いてね、サインするだけになると思うんですよ。それはね、万が一何かあっても責任は負えませんという誓約書になるんですよね。わからないままサインをパパッとするのやっぱりリスクあるんでね、今回たまたま帰国中に発症したのでよかったですけどもね、もしこれがまあ海外とかまあフィリピンだったとしたらね、ちょっと不安でした。まあそういうことでね、海外移住生活も健康第一であってからこそできることということで、皆様にもね、今回の私個人のね、事例を共有させていただきますんで、ぜひとも健康第一で長生きをしてください。ということでね、今回の動画終わりたいと思います。3つの動画からなるシリーズでしたけども、ご視聴ありがとうございました。またフィリピン戻りましたらね、
予定をしておりましたカルボ先輩のフィリピン移住ライブとかね、その他ね、インタビュー動画なんかをね引き続きアップしていきたいと思ってます。今後ともよろしくお願いします。それまでね、何か情報なんかあったらあげますけども、まあ何もなければね、この機会にゆっくりと休みをもらいたいなと思います。いうことで、終わります。はい、いつもありがとうございます。you